い、ではやってまいりました、ニコニコ料理祭第10回、今回初投稿させていただきます、うぼ主です、皆さん、はじめまして、私ですね、巷では、自炊のプロと呼ばれてまして、何でも自分でね、作っちゃうんですよね。はい、ちょっと今台本読んでるんですけども、しかもね、そのちょっと低コストで作るのが得意で、今回ね、日々の、自炊生活の知恵を生かして、なんと原価85円くらいで、スーパーボリュームの贅沢サンドイッチを作ったろうと思います。はい、では早速材料紹介です。まずね、今回生地にね、ホットケーキの生地を使います。小麦粉、卵、これ1個10円ぐらいですね。でこちらがレタス、ちょっとね、今野菜高いんですけども、こちら50円でね、ちょっと入手してきましたね。で同じこのトマトもですね、なんか今その何ダイエットブームかなんかで流行ってるか知りませんけども、これも50円です。あのね、案が探せばあります、これ50円ぐらいの、利引野菜っていうのは。はい、で今回、パティとしてね、活躍してくれるでしょ、あるでしょ、あのこのひき肉くん。はい、なんぼやったかな、これはほぼ賞味期限切れてるんで、ないの、ただですね、はい、ちなみに豚と牛の合いびきのが出ますね。こちらが、玉ねぎですね。こちらのみじん切りにしていこうかなと。でもちろん牛乳と、まあ今回ちょっと主力となんでしょう、オリーブオイルの方をね、用意させていただきました。早速ね、この材料を生かしてですね、もうなるべくもう、なんだろう、この材料がサンドイッチになる過程をもうノンカットで一部始終をなるべく皆さんに見ていただこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。では、目にも止まらぬ早技の連続をとくとご覧あれ。はい、どうぞ。はい、まずはちょっと、まずひき肉を、はい、この中のちょっと材料をちょっとのけといて、いくね、もう速さが命やぞ。じゃあ卵、はい、玉ねぎは最初にね、この上とね、下のヘタをちょっとね、はい、むけましたよ、玉ねぎがね。はい、で、ちょっと包丁も、玉ねぎの皮のカスがつくんでね。で、今回使う玉ねぎは半玉ですね。はい、半玉で十分です、今回は。ちょっと、みじん切り非常にね、ちょっと僕は得意ですよね。いきますよ、ありがとうございます。はい、縦に筋を入れて、このコツとして、その最後に切り切れないのがコツね。切り切れないことによって、こうやってまとめて、で最後ね、これ、みじん切りいきます、いきます。ちょっと邪魔やな。邪魔だな。みじん切りのコツはね、こうやって先端をこうやって左手を押さえて、あかんちょっとこれですね、多少のね、そのおこぼれっていうのを気にせずにね、やっていただくとするんで、まあ、料理って容量が大事ですから、容量勝負ってね、多少のこぼれたカスはもう前はいらんと。もうちょっと刻んでいくことによって、そのシャリシャリ感というのをね、一層出していきましたね。はい、いけるか、もうちょっとここでポッと取りますよね。はい、できました。はい、みじん切り完成でございます。で、これをですね、はい、もうちゃっちゃとここにぶち込んで、今回ね、そのね、ホットケーキサンドということでね、そのホットケーキミックスを使った、ちょっともう行くよ、これで、ホットケーキミックスを使ったパンサンドイッチということで、今回こういう試みをね、あんまりやってる方がいなかったんでね、僕がね、ここはもう満足してね、挑戦していこうかな。ちょっと止めてるかね、ちょっと止めてる、映ってるな、よしよし、ここぐらいか。もうこの時点でね、4分ぐらいが経過してるんですけども、まあ一番最初のこのミシン切りとこのこねる過程で多分だいぶ時間取れるかなって予想してたんで、まあここら辺はね、想定の範囲内でしょ、むしろ5分内に OKOKOK で、まあこんぐらいでいいわ、もうこんぐらいでいいわ。でね、ちょっと今回ね、その味付けとして皆さん塩コショウっていうのをね、使うと思うんですけども、今回ね、塩とかいりません、コショウとかいりませんね。このドレッシング、チーズドレッシング、こちらをふんだんにかけていって、
でよりクリーミーな味を出して、うわー、来たな、来たな、わわ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 わ、うわ、いい匂いしてきた、めっちゃいい匂いしてきた、ひき肉と玉ねぎの香ばしい匂いと、このチーズのかき合い、うわ、素晴らしい。よし、生地の完成でございます。生地の完成でございます。でどうしようかな。で、これをほっとちょっと一旦ここに戻して、ちょっとこれは、はい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 、で、これ満足して戻すので、はい、フライパンくんです、フライパンくんです、投入します、ちょっと電源つけます、投入しますよ。はい、あれ、どこ、電源どこ、はい、投入します、いきますよ、はい、はい、はい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 、あら、で、オリーブオイルをちょっとその火力としてかけるために、あ、かけた、大丈夫大丈夫大丈夫、もういいか、いや、これで今回ちょっとパティがね、あまり太いと、例えばハンバーガーなんで、薄く、で、火の通りを極力早くやっていこうかなと思います。うわ、めちゃ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 、ええか、ええな、これで、よしよしよし、で、しばらくこのハンバーグくんはね、ちょっと、おっと、火が温まってきたから、ハンバーグくんは、しばらくちょっと寝かしておきまして、次にやっていくのが、で、この上にこれを乗せる、ここの効率化を図ると、やっていくのが、生地作りでございます。はい、生地作りでございます。あ、卵入れるの忘れた、卵入れてへんやん、ハンバーグの上、まあ、いいわ、卵じゃない、まず小麦粉で、小麦粉をちょっとぶち込んで、卵一気にいくよ、一気にいくよ、小麦粉ぶち込んでやるな。で、牛乳をこの残ったやつも全部入れちゃいます。はい、さあ、入れてですね、見えてる、映っ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 てへん、映ってへん、映ってなくない、映ってへんな、これな、卵入れました、こんな感じです、中はこんな感じです、こんな感じです、こんな感じです。で、これを思いっきりもうこねくり回していこうかな、いますよ、いますよ、いますよ、これも一気にこうやってこねくり回します。あー、いい色してきた、ほら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 、めっちゃいい色してきた、この黄金色ね、ツヤとしたこの卵の白と黄色がこう入り混ざったような、このツヤのある感じ、この色が出てくると、今回ね、生地をちょっと、フライパンというちょっと角とかも使われているんで、ちょっと一人で考えました、何で生地作るかなというの、いわゆる電子レンジを使います。はい、電子レンジを使います。電子レンジを使うといい感じに焼けるんですよね、これが。あ、もうこれでこねくれます、もうこれでこねていいか、よっしゃ、んで、ちょっとこれ邪魔じゃないの、野菜は置いといて、いきますよ、この間、うわ、いい匂いしてきた、これぐらいのちょっと薄いこのパンとか置く皿に流し込むんですよ、こうやって1枚こんぐらいでいいか、流し込んだ、あ、そうです、流し込んだらですね、もうここにあるですね、電子レンジにぶち込みます、これだけです。この生地はもう完成、よし、ちょっと音がうるさいかもしれませんが、よし、で、手洗うと、で、洗って、ね、次やるべきことはちょっと生地はね、これもう、あともう一回使うんでね、これ置いてるんですね、ハンバーグの方がすごいね、いい具合になってきたところで、ちょっともうハンバーグか、野菜切り後でいいかも、野菜切り、あー、いい感じだ、いい感じだった、見えます、これ、すごい、すごいいい感じだ、
油が多いな。油が多いからね、一だけね、油をちょっと捨てていこうかなと。始めてきたらひっくり返していって、もう少しこうやっとこうかと。よし、これでしばらく待ちます。その間にじゃあもうね、料理っていうのはもうね、時間との戦いですから、手間のかかる自炊なんていうのは、そうしてるようじゃ自炊プロとして失格なんですよね。で、今回もまあレタスこんぐらいでいいか、こう使用するレタスはもう十分これぐらいで十分でしょ。でさらになぜか今空前のダイエットブームで話題になってるトマトをね、まあトマトも2、3枚ずつ使うぐらいで、はい、こんぐらい使えばもう十分やろ。はい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 。で、まあ、刻んでいきます。あ、なんかね、下からすごい蒸気が上がってきてね、手が熱いですね、今ね。で、生地焼けそうか。あー、いい色になってきた。あー、わかりました。サンダーこの水がわかります？若干このふくって浮いてきてるの、これ油が、油と一緒にふくって浮いてくるのがわかります。ほら、この感じになってきたら、いよいよ次ひっくり返す。よし、油ひどいな。で、生地やれたか、真ん中もうええんちゃう、生地もうええんちゃうか、もうええんちゃう、ええんちゃう、これが。あ、生地焼きました、焼きました、生地。あ、たぶん、わかるこれ、生地焼けた、よし。生地焼けたから、ちょっと待てよ。生地焼けたからな、ここにやって、ちょっとあの膨らみが抜けるかな、ね、早速ね、生地の方を熱、こうやって、よし、ものすごい色してるわ、これクレープみたいな、まるで、うわー、艶のある色。よし、生地が、なんか電源切れたし、ね、はいどん、はいどん、はい、できました。はい、生地ができました。うわ、すごい、この3色、はい、で、この上に、僕のこだわりがありまして、まずこのレタス敷いてですね、でもとりあえず当然ね、ここにこう、まず1段目だから、いいですかで、よし、え、また違うやん、え、あとは消して、で、その間にちょっとやっとくから、もう一枚生地を使っていきます。上の分の生地を作っていきます。ちょっと待ってよ。はい、こんな感じでもう一枚生地を作っていきます。ちょっ
ちょっと音がうるさいかもね、ごめんね。あとどんぐらいや、あともう、あと5分もあれば完成かな、あと5分もあれば完成かな。あ、すごい、今回ね、この初の試みだったんですけど、この記事に関しては、もうものすごい、もう思ってた以上にうまくいってくれたんでよかったと思います。はい、どうしようかな。でね、これで置かせていただいて、で今ハンバーグのちょっと状況なんですけれども、まあ、こんな感じになっております。もう最後ね、だいぶの気が出てきてね、何分ぐらいかな、チーズとく、みんな大好き、まあ、チーズとくかも。はい、チーズといきましょうか、チーズとくか、ほら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 、ちょっと、あ、そうです、こうやって、こんな感じで、こんな感じのせいで、ほら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 、わかります、いよいよ。そしたらもう、あとはもう、あれやな、生地が焼けるか、生地が焼けて、ハンバーグも焼けて、でも野菜も切ってあるから、あとね、この間にね、もう片付けをやっちゃおうかなって、この自分もいかにその時間をうまく使うかっていう、こういう玉ねぎのカスみたいなものを全部ゴミ箱にしてるんですよ。はい、食器とかも洗って、こういった余った野菜も、余った野菜もちゃんとサランラップに、保存します、保存します、保存します。はい、料理って言いますと、あと片付けができてまでなんでね、できてからちゃんと入って初めて料理なんで、で、どこって今こんな感じになってます。ありがとうございます。これもう生地の方、ええわ、いけるわ、生地いける、いける、生地いける、生地いけます、いけます、いけます、よしよし、もうこっちの方がええやろ、もう生地がもう、さあ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 、いよ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 フィナーレ、フィニッシュを迎えるのか。生地が、ちょっと待って、まずな、いけるかな、生地、あたたたたた、あたたたた、これね、皆さんに見せてあげるためにちょっとね、持ちながらやってるんですけど、なかなかこれが熱くて、あたたた、まあ、OK かな、いけるいける、よし、生地の方はいきましたね。うわ、めっちゃうまそうな、これ、はいはいはい、上乗せて乗せて乗せて、はいはいはい、ちょっとここだ、はいはい、これまだ原価85円ですよ、これで、皆さん、はい、で最後に生地乗せて完成、はい、完成です、完成でございます、完成でございます。さて、早速中身の方もちょっと切っていきましょうか。うわ、なんか思っていた以上に、ね、いい色になってきた。ちょっとね、このデジカメのカメラの位置を変えますよ。はい、さて、断面図、こんな感じになっております。綺麗な、こんな感じになっております。はい、ちょっと、はい、では皆さん、ご視聴していただきありがとうございました。ね、ちょっと食ってみようかな、最後にな。でもガブリとね、うん、おいしい、皆さん、おいしい、ごっくりごはんでしょ、ありがとうございました。